全国高校野球選手権3回戦土浦日大10から6仙台松戸16日甲子園球場試合前に応援団が到着しないというアクシデントに見舞われた仙台松戸は最大6点リードを守れず逆転負けで3回戦敗退となった写真暗くなったアルプス泣きながらナインを称える仙台松戸の控え選手大会本部から衝撃の事実が発表されたのは試合開始直前だった 仙台松戸の学校応援団の大半が現時点で到着しておりません。新幹線で甲子園に向かっていますが、新幹線の運転見合わせのため、東京駅出発が大幅に遅れたためです、とアナウンスされた。新幹線は午前8時半ごろ、静岡県富士市に設置された雨量計が規制地に達し、三島、静岡間の上下線で運転を見合わせた。その後、東海道、 山陽新幹線の全線が運転をストップする事態に陥った。その後、午後2時10分に全線で運転を再開。仙台松戸の応援団は移動を開始し、当初の見通しでは午後6時半には甲子園球場へ到着できる予定だった。だが関係者によると滋賀県の米原駅付近で再度、足止めになった模様だという。 最終的に試合終了までブラスバンドの演奏が響くことはなかった。それでも控えメンバーや到着していた選手の保護者ら約400人がアルプススタンドで声を張り上げ、声援が球場に響き渡った。練習補助員としてチームに帯同し、試合前のシートノックでサポートしていた高橋健太くん、2年は、人数は少なくても応援の熱は変わらない。 全力で自分たちが出せる声を出したい、と力を込めた。喉がきつい、手が痛い、と言いながらも声を張り上げ、その姿が甲子園のファンの心を動かした。3点を追う6回表2死23類の後期では球場全体からも自然と手拍子が沸き起こった。高橋くんがリーダーシップを取ってアルプススタンドを統率し、部員6人が流行中の筋肉ワッショイ、ノー温度を取ってやり始めると、 一塁側の観客も拍手で閑散としたアルプスを後押しした。生声とメガホンの音が鳴り響く中、グラウンドの選手たちは笑みを浮かべながら、懸命に戦った。4点を追う9回に先頭打者が安打で出塁すると、聖地は一気に湧いた。プロ注目のエース、平野が打席に立つと、スタンドは大きな拍手で迎えた。だが補助費に打ち取られ、 最後の打者も打ち取られて3回戦敗退となった仙台松戸ナイン。試合後の挨拶を終えると、アルプスの前で選手たちが泣き崩れた。大森首相は、勝って次の試合に無事に来てもらって、もう一度試合を見せたかった。それが叶わずに悔しい、と唇を噛みしめ、アルプスだけじゃなく応援してくださる方がいて、それを糧に勝ちたいと思った、と語った。 高橋くんも涙を流しながら、先輩たちに甲子園に連れてきてもらった。僕たちはこの秋勝って、選抜に出て、夏も出て、恩返ししたい、と誓う。懸命に戦い抜いたグラウンドの選手、そしてアルプススタンドに聖地のファンから大きな拍手が降り注いだ。